A2 はドイツの自動車会社アウディが1999年から2005年まで製造していたスーパーミニカー。特徴はオールアルミニウムボディを使用していることである。アウディ A8 同様のアルミスペースフレーム構造であり、A8 以上に機械生産化率が引き上げられている。アメリカや日本では販売されなかった。アウディのエントリーモデルとして開発された。 オールアルミニウムボディの採用は軽量化に貢献し、ライバルとして挙げられる、メルセデスベンツ A クラスと比較して、200kg 以上、軽量である。また、ディーゼル直噴エンジンで低燃費を目指すために、開発された 1.2LD エンジンを搭載した、使用は、走行抵抗の小さい専用のタイヤや、アイドリングストップ機構の採用。 さらに標準の A2 に比べて 135kg もの軽量化が行われ、100km を3リットルの燃料で走る、いわゆる3リッターカーとして発売された。斬新なテクノロジーをふんだんに使った A2 であったが、セールスは伸びず2005年に生産中止。現在、後継モデルも発売されず、1台きりのモデルとなっている。また、 2011年にコンセプトカー版の A2 が開発、出展され、2015年に EV バージョンとしての市販の話も持ち上がったが、結局中止となってしまった。当初は1.4リットルのガソリン仕様が導入されると伝えられていたものの、結局日本には正規輸入されなかった。ガソリンエンジン車の AT 仕様がないのが最大の理由。 また、アルミニウムボディを、この B セグメントに持ち込んだというコンセプトが、日本市場で理解されにくいと判断され、さらに破損時の修理が難しく、A8 では、成り立っている、サポート体制の確立も難しく、この車にかけられているコストもそれなりに高いことで、価格設定が難しいことから、アウギジャパンは、A2 の日本導入を見送った。ただし、若干数が、 並行輸入されている。A には、ガソリンエンジンモデルの AT 仕様の追加を待たずに1、世代限りで、生産終了し、総生産台数は、約17万台であった。競合車となり得た、メルセデス・ベンツ・ a クラスの生産規模は100万台超で、あり、商業的には、ドイツ本国をはじめとする欧州においても失敗作で、あったと言える。 A2 のボンネットはヒンジンを持たず、エンジンにアクセスするためには、ボンネット全体を取り外す必要がある。そのため、エンジンオイルの確認と日常的なメンテナンスは、独立して開くフロントグリルから実施する。ありがとうございます。